皆様こんにちは、松下洋です。今日は、先日タイの音楽大学のマスタークラスミーティングというもので、話した、コンクールに勝つ6つの秘訣というものを、動画に残そうと思います。英語で喋ったのでうまく喋れなくてすごく悔しかったので、もう少し細かく説明したものを、日本語で残しておこうと思いました。気楽にもし見つけたら見てくださると助けになる時もあるかなと思います。それらを話す前に、まずは、コンクールというものの意義というものを少し説明したいと思います。コンクールは誰が一番その時上手かというものを、競い合う、素晴らしい文化で、良きライバルと、もちろん良き仲間と、良き先生と一緒に一つの曲をたっぷり時間をかけて取り組むと、その過程ですごく大きな成長があります。ただしこれは一番を目指して一生懸命本気で取り組んだ時だけで、なんとなく惰性で受けてみたとか、最初から自分は無理かもしれないなと思いながら受けた場合は、やっぱりその気持ちの弱さの分、成長も少し中途半端になってしまって、あまりいい思いが残らなかったりもしちゃいます。コンクールを受けると決めてから、コンクールを迎えるまでの時間というのはものすごく辛いものがあると思います。先の見えない練習をずっとずっと続けて、自分なんかもう薬物に手を出そうかと悩むぐらい追い込まれたりもしましたし、一生懸命頑張ってベストを尽くしたのに、結果が出なくて、その翌日から通過者の演奏を聴くことしかできなかったっていう、ものすごい悔しい思いもありますし、それでメンタルがかなり揺さぶられるので、一生懸命頑張れば頑張るほど怖くなってくるので、やっぱ途中で頑張るのは諦めようかなと思ってしまう。それを言い訳にしてなんとなく受けてしまいたくなるような、そういう気持ちも持ってしまう時もあったりしました。いくつかの例外の人を除いては、コンクールというものは圧倒的に勝った数よりも落ちた数の方が多い人の方が多いです。日本語がちょっと変です。落ちた回数の方が大体の人は圧倒的に多いです。自分は、いっぱい受けていっぱい落ちましたが、幸いいくつか一番を取ることができたりしましたし、それはすごくラッキーだったと思います。その後は審査員もしたりとか、審査をすることも多かったので、いくつかその審査のコツというか基準というもの、それは審査員それぞれ違うとは言いますが、好き嫌いを超えた良い悪いの部分をクリアする秘訣というものがあるので、それを伝えたいなと思いました。少し勘違いされることがあるんですけど、コンクールはもう自分を表現して全力で取り組むと。それはもちろんそうですし、最終的にはそうなるんですけど、ただただ一生懸命何の作戦というか、やるべきことをやらずに受けても、もちろん結果は伴ってきません。もうすでに完成している演奏家であれば全然それでいけると思うんですけど、コンクールを受けるほとんどの人は、勉強中の身ですから、クリアすべき課題というものがどのステージにもあるんじゃないかなと思っています。では早速、コンクールに、勝つ秘訣というものをお伝えしていこうと思います。またこの秘訣ですが、自分がサックスなのでサックスを基準に、お伝えしていきたいと思います。もし他の楽器の人が見ている場合は、自分の楽器に置き換えて考えてみてください。ではまず一つ目は、基礎技術です。基礎技術はどういうことかというと、音のアタック、音の出だしですね。音の出だしだったり、ビブラートだったり、音の処理といった、すべて体を扱う基礎技術のことを言います。例えば、アタックで低音の出だしでスラップタンギング、ベチンってなってしまったり、低音をバホって外すと、かなりの減点になります。それに、ビブラートの波が全然均一でなかったり、ただ速い波しかかけられないとか、全然コントロールが効いていないっていうのは、ダメですし、あと音の処理、クラシカルな音の処理ですね。タン
綺麗に音をやっぱ処理しないといけないので、基本的には綺麗に処理しないといけないので、今の音の出だしと音の中身と最後の音の処理、これが、できていないと、まず論外です。まず論外と、認識されます。論外って言い方悪いですけど、まず論外ですね。そうですね、まず間違いなくかなりの減点対象です。そもそもの楽器の技術が、足りていないと。それから、その基礎技術には指も入ってきますね。指難しいです。難しい曲が多いですけど、やっぱり音を間違えないっていうのはものすごい技術のいることで、自分なんかよく間違えてしまうんですけど、音を間違えないで吹くっていうのはすごく難しいことです。それができるかできないかというのはかなり大きな、分かれ道になってくると思います。なので、基礎練習を普段から頑張っておかないと、コンクールの課題曲だけ、例えば低音から音が始まりますという時にその音だけきれいにポーンと出そうとしてもまず不可能です。基礎練習は長い時間をかけて体に身につけていくものなので、それは日頃の鍛錬、もうそれを見越して鍛錬しておくしかないです。指が正確に動いて、音を思ったタイミングで音を出せて、自分の思った速さのビブラードがかけれて、自分の思ったところで思ったように音を切る、全てこれは体の使い方の部分ですね。頭で思ったことを体で表現できているかの部分になります。これはもうとにかく徹底的に基礎練習や練習でもう寝ても起きても練習で鍛え上げると良いと思います。すごく大変ですが、いつか来るコンクールの日のためにしっかり磨いておくと良いでしょう。それから2つ目は、セオリーを守るということです。ここで言うセオリーは、クラシックのセオリーですね。クラシックの自然な言語、自然な言葉を喋れているかどうかというのは最も基本的な部分です。例えばモーツァルトの曲、タン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 、これがもし不自然だと、タンタンタタ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 タみたいな、これはもうフレーズの作りがクラシカルではないということになります。自然なクラシックのフレーズにはクラシックのグルーヴというものが存在します。 1,2,3,4 昔の宮廷のダンスから来てると思うんですけど、 1,2,3,1,2,3 とか、ワルツだと 1,2,3,1,2,3,1,2,3 とか、この自然なクラシックのグルーヴをしっかり持っていないといけない。つまりこのセオリーを守るには綺麗なフレーズを作ろうとするだけでは少し足りなくて、もうクラシックの基本中の基本、1拍目が強い、2拍目弱い、3拍目がちょっと強い、4拍目が弱いのこの 1,2,3,4 1,2,3,4、 これに、しっかり乗っ取った歌い方ができているかどうかというのが基本です。もちろん例外の曲もありますけど、大体の曲というかほぼ全部の曲がこのセオリーにのっとって作られています。もしくはほぼ全部の曲はこのセオリーを持って演奏に取り組むことというのが必須です。この感覚がない人は、例えばジャズでいうとスイングできてないとか、ロックでいうと2拍目と4拍目に強さを感じられていない、これと同じような状況なので、どれほどまずいことかというのがわかると思います。普通にクラシックのセオリー通りに歌うということが大事です。タラー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 とかなってしまったらかなりまずいです。こうなってしまうと全く違うジャンルの曲になってしまうので、クラシックのコンクールであったらクラシックの語法というものをしっかり身につけるべきです。その語法というのは、どういうことかというと自然であることですね。基本的には
モーツァルトを聴くのが一番手っ取り早いと思います。かなり参考になります。モーツァルトのフレーズはかなり自然にできてますので、セオリー通り、モーツァルトはかなりセオリー通りですね。もう少し、難しくなってくると、その後のロマン派の人たちの曲を聴くのもいいと思いますが、なので、多くの人はオーケストラを聴きなさいと言ったり、弦楽器を聴きなさいと言ったりしますね。オーケストラが一番いいかなと思います。ピアノとオーケストラ、あとまあ声楽ですね、歌の人、これら の, あのジャンル、歌と弦楽器とピアノ、主にこのクラシックの頂点に君臨する楽器と言ってもいいです。彼らがクラシックの表現を作ってきたと言っても間違いないので、その楽器を参考にすると良いでしょう。とにかくモーツァルト、ベートーベン、まあバッハもいいけど、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンあたりをどん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 聴いていってください。自然なクラシックの語法を身につけることです。大事なキーワードは自然であることですね。不自然な表現は、よほど突き抜けてない限り、減点という言い方ではないんですけど、好印象の逆ですね、悪印象に嫌悪感を感じます。例えばものすごい演歌調に吹いてたり、音の処理がジャズっぽくなってたり、もうまるで民族楽器かのごとく、フレーズの山って大体一つのフレーズに一つなんですけど、山のないフレーズになっていたりとか、そういう謎な現象が起きないように、クラシックのセオリーを守る、とにかくオーケストラを聴いて日頃から勉強しておくことです。今のが2つ目でした。では3つ目です。3つ目は、楽譜を守るということです。どういうことかというと、基本的にセオリー通りに吹いていれば、楽譜を守るのはそんなに難しいことではないです。ここでいう楽譜を守るとはどういうことかというと、アーティキュレーションを守る。もちろん自分で勝手にアーティキュレーションを変えたら基本的にはダメなので、ここ難しいからスラーにしちゃおうとか、なんかここはスタッカートだけどテヌートで吹いちゃおうとか、その辺はもう完全に論外で、もちろん通る場合もあるんですけど、運任せになると思います。審査員の好みに合えば通る、好みに合わなければ通らないということになります。基本的に楽譜通りに吹いていたら審査員は、好み云々で判断することはできないので、楽譜を見ない日本のコンクールはまたちょっと別かもしれないですけど、楽譜通りに吹くということで、実はこれはものすごく難しくて、例えば楽譜の冒頭にモデラートと書いてあったらモデラートで演奏しなきゃいけないし、テンポ100モデラートって書いてあってメトロノームで100の速さでやればモデラートになるかといったらそうではないですね。アダージョと書いてあったらアダージョで吹かなきゃいけない。レントもラルゴも、ゆっくりでテンポは同じぐらいゆっくりなんですけど、レントとラルゴと雰囲気を雰囲気というか、まあ、拍の進み方なんですけど、そこをしっかりコントロールできないといけない。あと多いのが、例えばアクセントが続いた後にスタッカートが出てきたのに、そのスタッカートの音もアクセントになっちゃってるとか、あとタンタタ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 みたいな時にタンタタタンタタタンタタタン、よく聞くと16分音符の1個目が実はテヌートになってましたみたいな、今の違い分かりますかね。タンタタタンタタタンとタンタタ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 タン、よく聞くと、スタッカートがテヌートになっちゃってたりします。あとアクセントが続いた後、その後アクセントないのになんとなくまあトマジとかありますね。タルタタタンタルタタタンタルタタタワーみたいな、アクセントがついてない音にタルタタタンタルタタタンタルタタターンみたいにアクセントをつけちゃうとか、そういった細かなこと、ちょっと嫌味な楽譜の読み方といえばそうなんですけど、勝手に楽譜をいじるっていうことは基本的にはない。このクレッシェンドデクレッシェンドもそうですね。ここはクレッシェンドしようとか、ここはデクレッシェンドしようとか、ここはずっとフォルテだけどここであえてピアノにしてまた盛り上げていくんだとか、楽譜に書いてない余計なことは基本的にしない方がいいと思います。ちょっと話がそれて持論なんですけど、大体の場合音楽においてあえてこうするという場合ろくなことがないです。それは技術不足で、曲の終わりにフォルテ3つがあるから、でもフォルテ3つなんて出ないから、その前のところはちょっとフォルテぐらいで吹いておいて最後フォルテシモで吹こうみたいなことって、大きい音量が出れば本来なら
できるはずで、ただそれにも限界があるので、それは構成力という楽曲分析のところに通じてきます。楽曲楽譜通りに吹く、ソナタで書いてあったらソナタの形式を守る、第一主題、第二主題、展開部、あと、まあ、定時部、展開部で、あとまた戻ってくる、第一主題が戻ってくる、でコーダで終わる、どこからコーダなのかっていうのも見れば分かるはずなので、しっかり楽譜を読み込んで楽譜通りに吹くということ、あとはそこにハーモニーとかも含まれます。自分の吹いてる音が第何音なのかと、難しいですけど極力音程もコントロールして純正率に近づけるような工夫と努力を、しっかりやるといいでしょう。これは楽曲分析の部分ですね。あとは大体のクラシックの曲って小さな、ベートーベン以降は小さなモチーフで書かれていることが多いんですけど、まあ、例えばグラズノフだったらドーシレミラのモチーフ、リベールだったらミソラファのモチーフとか、まあ、いっぱいパスカル、今度神田楽器コンクールの課題になるパスカルだったらタラララララララ、このタンタタンタタンタタン、このリズムとか、パッと見ればパッとすぐ分かります。楽曲の構成を理解して書かれてある楽譜をしっかり守って、その楽曲に合った雰囲気で吹けるようにするのが良いです。解釈の幅の広さというのはすごいあるので、ゆっくりなところのテンポが違ったり、終わりのところが早かったりし、人それぞれの部分はあると思います。ただテンポが144と書いてある曲で126で吹いても、まあ、まず減点対象になると思います。144で書いてあったらやっぱり144で演奏するべきですし、まあ、ちょっと早いちょっと遅いぐらいは全然大丈夫です。どちらかというとよほどの場合を除いて、数字よりもそこに書いてあるアレグロアッサイとかアレグレットとか、そっちの言葉の方が重要になると思います。テンポ144でビバーチェと書いてあったらビバーチェの軽快なテンポで演奏できるようにするといいでしょう。ちなみにそのビバーチェプレストの感覚ってすごい昔の言葉なので、だいたいビバーチェって今で言うと電車ぐらいの速さとか車の速さを思い浮かべてしまうかもしれないですけど、当時だったらまだ馬車とか自転車とかそのぐらいだと思います。プレストとかだと機関車ぐらいですかね、かなり遅いと思います。なんでそういう時代間のギャップ、昔の例えばアンダンテと書いてあったら歩く速さでとか言いますけど、現代人は歩くのが速いので、昔の人がどうだったかは分かんないですけど、もうちょっとゆったりどんな気持ちで歩いているのかとかが重要ですし、モデラートなんかはよく学校に行く歩いて向かっていくぐらいの気持ち速さがモデラートに近いんじゃないのなんて言ったりもします。そういう楽曲の理解というのがものすごく大事になってきます。あとはすごく多いんですけど、なんか謎にリタルダンドとか、ラレンタンドとか、つまり書いてないところで遅くしたり、書いてないところ謎に間を空けたりとか、そういうことはもう基本的にしない、書いてないことは基本的に一切しない。クレッシェンドと書いてなかったらクレッシェンドはしない方がいいですし、ディミニエンドと書いてあったらディミニエンドは絶対するべきですし、ただそのどのぐらいかっていう塩梅は、先ほどの2番目に言ったクラシックのセオリーを守るというその範疇でやるべきです。フレーズの終わりが少し遅くなる、タラタタタンって遅くなるのは全然自然なことですが、タラタタタンってやるともうそれは度を超えてしまっているみたいな、その塩梅を知るのはやはり形式のしっかりした古典派の音楽をもっともっといっぱい聴いてやるべきだと思います。というところで、次は、その4です。その4は、いい音で吹くと、これが一番大事かもしれないです。やっぱり音の芸術なんで、音がいいっていうのはそれだけで相当点数が高いぐらい、いい音を出すっていうのはすごく難しいですし、ある意味そこは努力で乗り越えられない部分なのかもしれないんですが、管楽器の場合はある程度努力でカバーできるので、そこから上はもう努力ではカバーできない部分があるかもしれないですけど、でも
大体綺麗な音の人はもっとみんな努力しているので、あのいい音で吹くっていうのはすごく大切なことです。でここで言ういい音なんですけど、ただ綺麗な音で吹けばいいかというとそうではなくて、その曲に合った音色を出せるかどうかというところです。その曲が素敵な曲に聞こえるような音色で吹くことで、いい音の基準、いい音なんて山ほどあるので、例えばサックスだったらジャズとクラシックとでもう音色は大きく違ったりします。すごく幅が広いです。ただここで言ういい音色、いい音、いい音色というかいい音ですね、いい音っていうのはクラシックのいい音をしっかり目指すべきです。クラシックのいい音っていうのは基本的には繊細であること。繊細というのはクラシックの一番の売りです。一番のポイント、繊細な表現っていうのはクラシックの最も大事なポイントですね。繊細で、もちろん柔らかくて、柔らかいというか響きの多い、響きのある音、そしてストレスのかかってない音、場合によってはストレスをかける場合もあるんですけど、ストレスのかかってないリラックスした音色、リラックスした音色っていうのはすごく大事ですね。つまり自然な状態、水に浮かんでるような感じ、これは人それぞれあると思うんですけど、音にストレスがかかっていたらダメですね。やっぱり学生、自分もそうですが、学生に多いのはもう息を入れなさいと言われることで、息を一生懸命入れるとすごく圧力のかかりすぎた音になってしまって、ちょっとガリガリしてしまったり、どうしても聴いていて窮屈に感じる音色になってしまったり、硬さがある音色っていう方がしっくりくると思うんですけど、そうなってしまっているとどんなに他が良くてももう音一発でアウトになってしまうことがすごく多いです。いい音、綺麗な音ではなくていい音ですね。いい音というのはもう何よりも重要かもしれないぐらい大正義です。いい音は人それぞれなので、それも自分で探すべきで、それを絶対に自分で見つけられるまで、自分でこの音がいいと思えるぐらいまで自信を持って挑めるようにするのが大切かなと思います。次に第5番目です。5つ目は、審査員への印象です。コンクールはたくさんの人が受けますし、審査員もたくさんの人の演奏を聴いてると基本的にもう覚えてないっていうとすごい失礼ですけど、メモは残すんですけど、どん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 次から次へと新しい音で、同じ曲を聴いていくことになります。そうなると、審査員って、もちろん人間ですから、誰を高評価にするか、誰を評価するかというところを審査しなきゃいけないので、そうなると必然的に、覚えてる人を思い出しますよね。例えばちょっとミスがあっても、あの人なんか印象に残るなとか、例えば全てが完璧でも、例えばなんかあの人うまかったけど良かったところなんだっけなみたいなことがあったりします。審査員の印象に残るというのはものすごく大事です。印象に残るってどういうことかというと、アンプで吹くとかでもいいですけど、ほとんどのコンクールは基本アンプなので、それはあんまり効果ないです。アンプで吹けば印象に残るかというとそうでもないから、今のは撤回します。どうすれば審査員の印象に残るかというと、一次予選から圧倒的であることって大切だなと思いますね。一次予選から圧倒的な人っていうのは、わずかな差だと忘れちゃいますけど、圧倒的に差があると、もう嫌でも覚えてしまいます。好き嫌い関係なく、もう別格っていうものは絶対に覚えていると思います。ただそれだけではなくて、印象に残る一番の方法というものは、やっぱり審査員がその人のコンクール参加者の演奏から何か学ぶことができたら、ものすごく印象に残ると思います。つまり楽曲をしっかり解釈して、これでもかというぐらい解釈して、自分は幸福、ここはこうしたら面白いっていう、どん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 突き詰めていくと、それがなんか余計なことをしないで良くなるというか、余計なことをする人はもうもちろん論外なんですけど、ただただ純粋に音楽に向き合って、どん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 深く掘り下げていってやっていくと、それがその人にしかできない解釈になって、それは審査員が今まで聞いたことない
素敵な解釈だったりするかもしれない。それが一番審査員の印象に残ります。あの人のこの演奏素敵だったなっていう、それは実は点数とは関係ないところで、まあ、多少の至らない点も多めに見てくれるぐらい、まあどの項目でもそうかもしれないんですけど、とにかくこの演奏好きだった、あの人の音楽が好きだと、そういう風になっていくと、印象に残っていくかなと思います。なのでまあこれもそうなんですけど、練習しまくると、で曲とどんどん向き合い続けると、それでどうやったら曲が素敵になるかというのをどんどん突き詰めていけば、それが個性になって審査員の印象に残る素敵な演奏になっていくんじゃないかなと思います。それでは最後に6つ目です。6つ目は、運ですね。運、これはギャンブル的な運ではなくて、チャンスは準備してた人にしか訪れないというような言葉とすごく似ているんですけど、もう本当にそれは時の流れだと思います。1位と2位が同じぐらい素晴らしくて、どっちにしようかっていうのはもう審査員の好みの差ぐらいの、運ってすごい難しいんですけど、なんとなくラッキーではなくて、これは準備の話です。例えば本選に残るだけだったら1次審査、2次審査、3次審査の曲だけを練習しておけば、それらが素晴らしければ本選に行けます。本選の曲を一切さらわなくても本選に行くことはできるんですけど、ほぼ間違いなく1位は取れないと。本選に行くことは本選以外の曲だけ一生懸命やれば行くはいけるけど、1位を取りに行くっていうのはものすごく難しい。準備してた人にしか絶対に訪れないという、領域になります。良いコンクールは本選に残ってる人たちやっぱりみんな準備してるので、準備してない人もたまにちらっといますけど、まあ、それも一つのやり方でありますね。とにかく本選に残ることっていうラインを設けてたりもしますし、ただ1位を取る時っていうのはかなり準備してると思います。もう絶対1位を取るぞという強い気持ちを持って本選に行った時のことを考えて、本選こそが勝負だという気持ち でそこに向けてかなり強い気持ちを持っている人がほとんどだと思います。そういう人たち同士のわずかな差なので、コンクールではよく1位と2位が僅差で決まっていたり、1、2、3位はもう誰が1位になってもおかしくないという状況があったりします。例えば当てずっぽうでコンクールを受けに行って、うまいこと言って上行けたらいいなっていう人はもう 100% 落ちると言っても良いです。落ちて当然の人っていうのはもちろんコンクール参加者の中でもいます。それはもう準備の段階で分かりますね。素晴らしいプレイヤーはしっかりもうコンクールの随分前から死ぬほど準備してコンクールに挑んでます。上手だなってコンクールで上手だなって人はそれは当たり前です。死ぬほど準備して受けてるので、上手に吹けるための準備を一生懸命して、で本番でうまくいくかどうかじゃなくて、100回やっても100回本番でうまくいくんだっていうぐらいの気持ちで、まあそれで逆に力みすぎてダメになっちゃう場合もありますけど、それぐらいの気持ちで受けているので、うまくて当たり前かなというところです。そこからスタートラインだということです。それからあとは自分より上手な人が受けるなとか思ってたりして、例えばあの人うまいなって、あの人風邪でも引かないかなみたいな、そんなことを思っていても、まず引きません。そういうところまでしっかり準備してきています。あの人なんか失敗しないかなとか、あの人ここでなんか大事故起きないかなとか、そういう人の不幸を祈るような気持ちではまず勝ち目はないと思いますし、やっぱり準備相当してきているので、そういうことは基本的に起きないです。コンクールで奇跡は基本的に起きない。準備してた人にしか全ては起きないです。練習して準備した人にしか2次審査行けないですし、もちろん2次から3次も準備してた人しか行けないですし、もし万が一奇跡が起きて謎に本戦まで残っちゃいましたみたいな人がいても絶対に1位は取れないと。もうよほどの天才がいない限りそういうことは起きないと思います。インチキ臭いコンクールも世の中に無数にあるので、
そういうコンクールの場合はそういうことが起きるかもしれません。みんなが1位を欲しがるような権威のあるコンクール、みんなが1位を欲しがるからどん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 難しいコンクールになっていくんですけど、そういうコンクールほど、奇跡は起きない。最近の将棋の藤井棋聖を見てても思いますけど、なんかそういうもんだなと。奇跡は起きない、起きないという言い方も変ですけど、準備をしてる人に奇跡が起きます。運が流れてくると、もう本当そこは本当に運なので、もう祈るしかない。そうなってくると運任せというよりもただただ自分にできるベストを尽くすしかないという状態になっていくと思います。もう結果がどうなるかというのは大体の場合わからないので、自分にできることをただただ全てやると。1位2位3位とかなんかそういうのを取る人ってもうなんか結果とかそういうのに、そういう次元でもうすでにやってないところまで行ってたりもします。なので、しっかり準備をして挑むということ、気持ちを強く持つっていうのはすごく大切なことかなと思います。というわけで以上6つでした。おさらいすると、1つ目が、基礎的な技術、2つ目がセオリー通り吹く、クラシックのセオリーで吹く、3つ目が楽譜を守る、4つ目がいい音で吹く、5つ目が審査員の印象に残る、6つ目が運ですね。これらちょっと細かく説明して長くなっちゃったと思うんですけど、秘訣というよりも、まあ、全てまとめて言うと、まあ、練習しろということですね。練習練習勉強練習勉強練習、どん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 深く深く高く高くたくさん、音楽に取り組んで素敵な演奏家を目指してください。もちろん素敵な演奏家に、コンクールの経歴というものは一切関係ありません。結果が全てと言いますが、コンクールはただ の過去のことなので、1位を取った人がうまいというわけでもないです。ただその時一番だったという、たったそれだけのことなので、でも1位を目指して取り組むというのはすごく素敵なことではあるので、素敵な時代を過ごしていただければなと思います。では頑張ってください。以上、さよなら。